防空壕、防空壕は、敵型の航空機の攻撃、空爆、機重装者及びミサイル攻撃から避難するために地下に作られた施設。避難壕シセルターの一種である。鉄筋コンクリート作りのものも一部に作られたが、第二次世界大戦時の空襲に備えたものは、物資難の状況から多くは土に穴を掘り、周囲に土を持ったり、廃材を利用して築いていた。 都市部に作られた簡易なものは、対戦の終結後間もなく破壊されたが、郊外に作られた洞窟状の防空壕や、鉄筋コンクリート作りのものが残っていることもある。戦争遺跡として保存すべきという意見もあるが、崩落など事故が懸念されるものもあり、各地で問題になっている。冷戦期には大量破壊兵器の恐怖から NBC、すなわち核兵器、生物兵器、 化学兵器から防護されたシェルターや、その機能を持つ地下鉄駅などが、盛んに作られた。第二次世界大戦中を中心に述べれば、防空壕は、爆風や爆弾破片、爆風によって飛散し飛来する土砂、石粒手などによる危害を避けるための、あくまでも応急的な対比設備であり、命中弾を受けた場合の安全性は、必ずしも保証されない。上空に、 敵機の飛来を受けつつある間のみの退避場所であり、敵機のリサともに防空活動を再開続行するべきであるから、普通は敷地内のには空き地などに設けられる。理想的な立地条件について言えば、レンガ建造物、レンガ米その他の崩壊しやすいものから相当隔たったところが適当である。家屋密集地で自敷地内に余地のない場合は、付近の空き地が選ばれる。 一段による被害を極限するために、雨の大きさは20人収容を限度とし、なるべく小単位のものが分散的に配置されるべきである。構造は、座るか腰掛けていられる程度の深さ、すなわち1.5メートル程度に穴を掘り、土質が軟弱である場合は、杭と板でとど,どめをし、塩外として、丸太、角材などを渡し、雨戸や板などを敷き、 掘り出した土を30から6 0トル厚さに積む。以上は地下式の場合である。地下水位が著しく高い、または、舗装地面であるなど、地下式にできない場合は、半地下式、地上式とするが、その場合の側壁の厚さは土納などで土を用いた場合は1ルも、電が、石その他の場合は5 0トル以上を標準とする。入り口は断片。 崩壊物の飛散物、爆風などが直接侵入しないように防護塀を設けたり入り口を屈曲させたりする。入り口に厚い板戸を設ければ、爆風をある程度阻止し、雨水の侵入を防止することができるとされ、防毒膜を20以上適当に取り付ければ、防毒の効果も期待できようと言われた。壕内への雨水の流入の防止、また排水については特段の注意を払い、 床は板敷き、または砂利敷きにするなど、水でぬかるまないように心がける。壕内に木、または土納などで腰掛けを設ければ便利である。防空壕を作る材料としては次のようなものが必要であった。丸太、押し角、古い角材その他、柱、杭、両材として、板、古い雨戸、アンペラ、むしろ、砂利その他、天井、壁、床の材料として、釘、かすがい、 針金、名はその他、金欠の材として、また、底壁、天井を土の土箱などを積んで作る場合は補填、俵、カマス、箱、籠などが必要であり、構築用具として、クワ、シャベル、木工が必要である。日本では、第二次世界大戦中に、アメリカ軍をはじめとする連合国軍機による15への大規模空襲が現実のものとなり、 空襲の危険から逃れるため、1944年頃から学校の校庭、強制疎開跡の空き地、個人宅内などに大量に作られるようになる。空襲警報が鳴ると、身近なところに作られた防空壕に身を隠した。日本国政府は空襲撃破を前にして防空壕政策を転換した。1940年12月24日に、 内務省計画局が発した通帳、防空壕構築指導要領は、空き地や庭に、堅固な防空壕を作るよう国民に指示した。ところが、防空法改正により退去禁止と消火義務が、法定された後、1942年7月3日に、内務省防空局が発した通帳、防空対非施設指導要領は、床下に、簡易にして構築用意なるものを設置するよう指示した。 日本政府は、旧軍、地方公共団体、町内会などが築造した防空壕を特殊地下壕と呼び、調査や対策を行っている。2005年の調査では、日本全国に1280万カ所が確認されているが、民有地では世代交代などにより、地域住民や土地所有者ですら存在を忘れているケースも多く、調査のたびに、実数は増える傾向にある。 多くの防空壕では、老朽化が進み落盤による地表の陥没や、遊び場としていた小中学生が巻き込まれて一酸化炭素中毒や酸欠で死亡するなどにより、問題になることもある。対策は、陥没がひどい場合は、破壊や埋め戻しを、今後も耐久性が見込まれる場合は、出入り口を、コンクリート用壁や土止めで封鎖する措置が取られる。実施主体は、 国有地は直轄で民有地は国土交通省などの補助を受けた地方自治体が対策を講じることとなるが地方自治体による地籍調査の遅れや財政不足などの事情により進んでいない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。